レレ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 レいや、まあそれはちょっとどうかと思う。ちょっと待って、マノエル。だってさ、うん、今ね、ペコーラその、あの監獄の人にね、あの、うん、お前を釈放するにはホロメンからいいことを、いい話、お前のいい話を、あの出させるみたいな感じで言われて、ちょっと、モテるよね、そりゃ、ノエちゃんはね。いい話だよ、ペコちゃんの。ペコちゃんのいい話だよ、あんた。あるでしょ。え、でもだってさ、ほら、ペコ、前にさ、そう、ペコラッチョのいいことを言ったらさ、なんか営業妨害って言われてさ。いいの、今はね。二度と言うの。違う、バカタイガ、お前、今はさ、あのね、シャバに出れるかどうか。いや、でもなんか正直、このなんか新しい姿見れて、団長めちゃくちゃ嬉しいんだけど。いや、いいこと喋れ、ペコで、ペコラの。そうだね、ちょっと頼むか、みんなに大きい声で言ってあげて。ペコラッチョは、うん、笑うの。いや、もう前にね、そう、お泊まりしに来てくれた時に、その、なんかウサギ柄のさ、ポーチ買ってて、なんか結構他にもウサギグッズあったんだけど、それ、ウサギ好きなのって言った。やっぱウサギだからウサギ好きなのって言った。いや、これのウサギさんがくれたやつだから、やっぱすごく嬉しくて、みたいな言ってて、あ、この子はあのウサギ思いのいい子なんだなって。普段はね、あんたたちとかバカたれとか言ってんのに。だからね、なんかこれも間違いだと思うな。そうだよね、ノエちゃんね。うん、そう、間違いだと思うから。まあでも他のホロメンがペコラッチョのそういうところをあるかな。まあでも集めればあれなんだよね。で、ちょっと待って、あんた他のホロメンがさ、あるかなって、どういうことみたいな。出させんね。でもさ、まずさ、ペコラガチでさ、ディスコードとかにさ、何も言ってなかったペコじゃん。いや、ガチびっくりした。いや、ほんまやと思ってね。だからさ、なしの。うん。そう、だから、ワンちゃん、ノエちゃんのこの一つだけになる可能性もあるから。だからね、みんな見てからね、みんなペコラッチョが投獄されて不安、心配だから。あ、やっぱ心配してくれてるってことかな。心配してくれてるから、もうどんどん続いていくと思う。頑張れ。じゃあちょっとまた違う人にチャットしてみるね。もしあの、誰も返事来なかったら、またあんたにちょっとかけるから頼むよ。2個目。2個目なんで、もし良い人でね。ありがとうね。うん、ありがとう。あ、宣言ペコ。頑張ってね。うん。いや、いいやつペコなんだ。ノエちゃんからまず一ついただきましたじゃん。で、ノエちゃんのここに、ノエちゃんのちょっとここに押して。あ、よしよしよし。